こんにちは。今日は子供用の三角巾を作っていきます。幼児さん用と小学校の低学年、小学校の高学年、3サイズの作り方をご紹介しています。1枚仕立てで後ろはゴムになっていますので、小さな子供さんでも簡単に着脱することができます。後ろのゴムはこのように布で包んでいただくか、布で包まずにゴムをそのままつけて作っていただくこともできます。こちらですとさらに簡単に作ることができます。短い時間で簡単に作ることができますので、ぜひ作ってみてください。型紙はご自宅にある新聞紙やチラシなどで作っていただけます。 S サイズ、3歳から5歳の幼児さん向けのサイズになっています。36センチの、23センチの、8.5センチです。こちらが輪になります。 M サイズです。小学校1年生から3年生までの低学年向けのサイズです。41センチの、24センチの、9センチです。こちらが輪になります。 L サイズです。小学校4年生から6年生までの高学年向けのサイズです。45センチの、25.5センチの、9センチです。こちらが輪になります。ゴムとゴムを包む布のサイズはすべてのサイズで共通です。2センチ幅のソフトゴム、10センチにカットしたものを1本、縦が8センチ、横が17センチのオックス生地を1枚準備してください。今回は S サイズの型紙を使って作っていきます。オックス生地を使って作っていきます。まず生地を半分に畳みます。こちらを輪にしてカットしていただきたいので、先ほど畳んだ端に型紙をこのように合わせて、そして型紙に沿って生地をカットしてください。開くとこのような形になります。まずこちらの下の部分を3センチ折り返してアイロンをかけていきます。一度開いて、今度は1センチ折り返してアイロンをかけていきます。1センチ、3センチの線でそれぞれ折り返して待ち針で留めていきます。続けてこちらを2センチ折り返してアイロンをかけていきます。一度開いて、今度は1センチ折り返してアイロンをかけます。先ほどアイロンをかけた2センチと1センチの線で折って待ち針で留めていきます。続けてこちらもこちらと同じように2センチ、1センチで折ってアイロンをかけていきます。続けてこちらの角の処理をしていきます。こちらを一度開いて、この一番上のひし形のこの下の部分、ここをカットしていきます。こちらの三角の頂点で折りたたんで両サイドを元の形に折りたたみます。クリップ等で開かないように閉じておきます。続けて端から約2ミリのところを縫っていきます。こちらの辺を縫って、そのまま続けてこちらの辺を縫います。そして最後に
こちらの辺を縫ってください。3辺をそれぞれ縫っていきました。続けて後ろのゴムを作ります。生地の裏側を上にして半分に畳んでアイロンをかけていきます。一度開いて端から1センチのところで折ってアイロンをかけていきます。続けて1センチずつ端を折り返した状態で半分に畳んで待ち針で留めていきます。こちらの端から約2ミリのところで縫っていきます。端から2ミリで縫っていきました。続けてゴムをこちらの生地の中に通していきます。ゴム通しがある方はゴム通しを使ってください。ゴム通しがない方は安全ピンを使ってゴムを通していきます。ゴムが中に飛び込んでしまわないように端に待ち針を打っておきます。ゴムが出てきたら安全ピンを外して、ゴムが中に入ってしまわないように待ち針で留めておきます。反対側も待ち針を打ち直しておきます。端から5ミリのところで仮縫いしていきます。両端を端から5ミリで仮縫いしました。続けてこの三角巾の角を2センチ折ってアイロンかけていきます。一度開いて今度は1センチ折り返してアイロンをかけます。2センチでアイロンをかけたところにゴムを当てて1センチ2センチの線で折り返して洗濯バサミまたはクリップで仮押さえします。そして端から2ミリのところで縫っていきます。端から2ミリで縫っていきました。次にゴムを反対側に倒してこの状態でこちらに押さえのミシンをかけていきます。このように仕上がっています。こちら側にゴムを留めていきました。続けて反対側も2センチ1センチで折ってアイロンをかけていきます。2センチの線でアイロンをかけたところに反対側のゴムを持ってきてこちらの2センチの線のところに合わせてゴムを置きます。そして1センチ2センチで折りたたんで先ほどと同じように端から2ミリのところで縫っていきます。
ゴムと生地が重なってかなり縫いにくくなってますので、ゆっくり縫ってください。端から2mm で縫えましたら、先ほどと同じようにゴムを倒して、そしてこちらに押さえのミシンをかけていきます。押さえのミシンをかけていきました。表から見るとこのように仕上がっています。完成です。表から見るとこのような感じで、裏に返すとこのように仕上がっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画もよろしくお願いいたします。